おで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今、緊急で動画を撮ってるんですけども、はい、ちょっとね、今、シンガポールに来ているわけなんで、ちょっとこんな背景なんですが、まあ、結構衝撃的な、はい、知らせですね。僕はね、ずっとお世話になっていたトイックの学校、エッセンス・イングリッシュスクールが、もう8月31日をもって閉校ということになりました。はい、もう本当にね、お世話になったところなんで、エッセンスイングリッシュスクールがなければ、まあ、僕は生活できていなかったでしょうし、アメリカ、カナダ、韓国っていう風にいろんな国で切ってたとか、いろんな国に行ってたんですけど、はい、それも、まあ、やっぱ本をね、書く機会を与えてくれたところだったし、夏休みとかね、冬休み、春休み期間はそこでね、エッセンスの方でいつもセミナーやってて、まあ帰国してね、一時帰国してそこでセミナーやって、で生活費を稼いでたっていう時期があったので、まあすごくお世話になったところなんで、まあ結構衝撃でしたね。いろんなね、先生たちが、まあ、巣立っていったというか、育っていったというか、そういう場所だったんですよ。まあ例えば、まあ特急シリーズ、そもそも特急シリーズがそのエッセンスのね、先生と元エッセンスの先生で構成されていましたから、ね、最初ので僕がいて、で、花田先生ですね。花田先生は元エッセンスイングリッシュスクールのトップ講師だったし、神崎先生ですね。そう、神崎先生を通して僕はそのエッセンスに入ってますんで、特急シリーズだったり、いろいろ、まあ、トイックの神と言われたりする方ですけど、そして、テックスさんもそうですね。テックス加藤さんも、もうね、キンフレとか、はい、すごい、デルセンとかね、すごい有名ですけど、そのエッセンスイングリッシュスクールで、はい、講師やってましたからね、という感じでやってたんですが、やはりまあね、昨今のね、トイック人気の低下っていうのは大きく影響しているっていうのもあるし、まあコロナも大きいでしょうね。コロナ禍もだいぶ大きかったし、あとはまあ様々な専門学校とか大学とか、そして企業研修ですねっていうのが充実してったっていうのも大きな原因だと思います。わざわざそのトイック専門校ですからね、そう、講師は全員満点で、トイックの専門校としてやってたところなんで、だから会社からまあいろいろね、手当をもらって、でそこで通うっていう人たちが結構いたんですけど、そういったものももう会社でやるですね、会社でもうトイック講座やるとかいうのが行われた。そして、まあ参考書もね、すごくいいものが出てきて、自分で自学自習でできるようにもなりましたし、で本当に、いろんな英会話学校、まあ英会話学校と提携してるそういった企業っていうのはすごく多いんですけど、まあちょっとコロナ前の話になっちゃいますけど、でそこもトイック対策やれますって言って結構やってたりしたんですよ。なんでどんどん、トイック対策っていうものが、まあ、身近になっていくにつれて、まあ、需要が下がっていった。トイック専門校にわざわざ行かなくてもいいっていうのになってて、結構やっぱトイックマニアがどんどん通う学校になっていったって感じですね。昔はやっぱトイックが必要ですっていう、まあ、特にね、IBM 社とかね、はい、すごく必要でトイックがですね、そういった人たちがバッと来てくれてたんだけど、だんだんもうそういったいろんな対策っていうのが別にエッセンスに通わなくてもいいみたいな感じになってて、エッセンスに通う人たちがどんどんこうレベルの高い人たちになってったっていうのがありますね。だからコースもいろいろと作ったんだけど、その700点台、800点台、900点台、満点ぐらいのなんだっけ、あったんだっけな。それで、初級者用とか初心者用作ったんですよ、僕がいた時とか。やっぱ初心者用が集まんなくて、やっぱレベルの高い人、トイックマニア、だセミナーとかやってもかなりやっぱレベルの高い人が多くて、レベルの高い内容をしなきゃいけないっていう風になってたんですね。で、まあその時から僕自身は結構それじゃあ、ダメだぞと思ったんですね。そんなトイックマニアなんて限られてるんで、この世の中ですね、いるの。一般の人たちに届かなきゃいけないっていうのを思ってたんですけど、なかなかそのマーケティングがね、難しい状態で、で、まあ、縮小したんですよね。2フロア使ってたんで、昔ってね。で、その2フロアが1フロアになりってなった時に、ああ、そうか、もうこの時代か、というかね、あ、トイックで学校をやるとかっていうのは難しい時代になったんだな、っていうふうに思ったわけですよ。で、僕自身は、まあそのエッセンス、東大行ってる時に行ってたんで、そうですね、ただ東大の時で、まあすごい近くに住んでたんですよ。すごく近かったんで、行きやすかったんですけど、で、その縮小の時に机とか椅子もらったんですよね。
そうそうそう、だから自分自身もセミナーやるって言ってもらって、で、あ、トイックのね1979年の第1回第2回第3回かなっていうのをこう売られてるやつ、そう書店で買えたんですよ昔、過去もね、それももらいましたから、その時にね、で机と椅子もらって、で自分もセミナーやっていくみたいな感じになったんですけど、ね、コロナ禍で自分もセミナーできなくなったし、エッセンスもできなくなった。だコロナ前は僕もいつもやってたんですけど、セミナーですね、コロナでなくなっちゃったんで、それからまあエッセンスとそんなにもう連絡も取らなくなっちゃったって感じでしたけど、まあ、そんな中自分はね YouTube やってたんで大丈夫でしたけど、まあエッセンスはねこんな風になってしまうとはね、やっぱ結構危険ですよね。テストで学校をやるっていうのは、そのテストがなくなったら終わってしまう、そのテストの人気がなくなったらもう全然どうしようもなくなっちゃうっていうので、昔は英検もやってたらしいんですけどね、ずっと昔は、うん、でトイック一本に絞ってっていう状況でね、いやー歴史を語るともうキリがないんで、本当にお世話になったんで、で今ね加藤先生が出ましたけど、上級者向けのね900点特急書いてる先生ですけど、加藤先生が、僕が入った時が、まあ、神崎先生に紹介してもらった時ですけど、花田先生が抜けて、でだからまあスター講師が抜けたっていう状況で、で加藤先生が後継ぎとして入ってて、でプラスで僕が入ったって感じで、いや加藤先生に本当にねお世話になって、そこからねさまざまな方が入って、まあ、結構っていうかめちゃめちゃアンケート厳しかったんで、そう良くなかったらすぐクビになっちゃうっていうとこだったんで大変だったんですけどね。でトイックのね満点も取り続けないといけなくて、張り出されるんで、ね、トイックの点数そりゃ大変だったよ。満点取らないとプレッシャーがえげつなかったですけど、まあ今思えばいい思い出ですけどね。でいろいろまあ当時は若かったんで、この相手は大人じゃないですかみんな、だからすごく厳しくて、やっぱり喋り方だったり予備校的なものはやっぱダメというか、予備校のまあ好きな人すごくいたけど、まあ、当時まだ尖ってましたしね、自分自身もだいぶ毒舌も言う人間だったんで、好き嫌いがすごい分かれる講師だった。もうちょっとね、だからその見た目に関してもだいぶいろいろ書かれたし、喋り方身振り手振りについてもだいぶまだまだ子供だみたいに書かれたんで、まあ懐かしい思い出ですけど、まあそれによっていろいろと鍛えられたのもあったんで、すごく良かったんですけど、まあ最後ね、ちょっとどっかのタイミングでね、はい、行けたりしたらいいかなと思いますね。まあ様々なねスタッフの方々もうすごく記憶に残ってますからね、歴代の方々ね。トイックだってね、どれだけトイック受けのお金使ったんですかって言われるけど、エッセンスがね全部出してくれてましたから、エッセンス講師の時代はそういった面でもすごくありがたかったし、いやー一つの時代が終わるっていう感じですね。まあぜひねちょっとねエッセンスの講師陣たちでね何かねできたらいいんじゃないかなと思いますけどね、元エッセンスの人たちで、はいという感じでございます。ということで、はい、緊急で動画撮りました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.